皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、はい、350D。 はい、はい、ちょっと外見的には350も400も一緒なんですよね。一緒です。一緒です、はい、全く一緒です。はい、分かりづらいですけど 350D です。はい、今回なんとなくですよ、めっちゃ雰囲気良くないですか？雰囲気いいよね。はい、なんかこうらしからぬ、今まであんまりない、まあパーツ単体で目指すところいろいろあるんですけど、なんかこうトータルの雰囲気がめっちゃいいなと思って。で、最近東京店でブラバスのオートサロンに出店させていただいたアドベンチャーを制作させていただいたんですけど、方向的にはなんか結構似た感じ。まあそっちの方向、そして似たパーツもついてますけど、ちょっと一つずつ見ていくとだいぶ違うんですよね。そう、はい、違います。けどなんかこの雰囲気の良さ、そして手数もめちゃくちゃ多いわけじゃないじゃないですか。で、ポイントで触ってるところで、はい、多分その辺が変わってきてると思う。はい、まあちょっと前回りから、はい、でまずこれは強烈な。やばくないですかこれ。ボンドボディでちょっと身長、これつく前だったかな、こんなのがつくんですよっていう話をさせてもらったんですけど、今日初めて見たんですけどびっくりしました。こういうのがつくんだよってネットでも見せてもらったんで、まさか実物これとは思わなかったです。メガネじゃないですか。はい、メガネです。これが純正のG63 以外の350、400550の専用の純正ブラッシュガードになります。ただこれ日本設定ないんなしですないですよね。はい、本国で設定されてるものを取り寄せました。取り付けたと。はい、でこれをつけるのになんかバンパーも変えないといけない。そう、バンパーも変えます。はい、これごっそりバンパーが今回変わってるんですか？バンパー交換しました。これ具体的に何が違う？具体的にはまずここちょっとカバーが今回間に合わなかったんであれなんですけど、完全体じゃないんですね。そう、AMG、まあ多分日本にある350、400、550のほぼ8割以上は多分 AMG ラインだと思う。はい、フェンダーがでっかいやつですよね。そう、AMG ラインだとまずここメッキでしょ。あ、ついてますねこれ。そう、でこの車はつかない。まず標準仕様のバンパーで、かつこの上面に穴がもともと開いてます。はい。で穴が開いててそこにザクって刺さるようになってるバンパーに交換して、はい、でホースメントも交換して、これ中身のホースメントも中身も変えなきゃ。でブラッシュガードを初めてつけられるっていう。だから結構大掛かりっちゃ大掛かりだった。大工事ですね。そう。金額もそれなりに張るので、はい、なかなかまあ何回かね今まで。ブラッシュガードじゃあ純正のブルバーか、このタイプのものがいくらですかっていうことは問い合わせで何回かあったんだけど、なかなかやっぱり金額なんで決まらなくて、まあ今回初めてつけさせていただいたという。これちょっと見慣れないのもあるんですけどめちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいよねこれね。今までのって結構こっち側のやつつけさせてもらう機会、下側ね。これ上側ってまたこの武骨さ半端ないですね。そうやっぱり、まあね、下側は63のバンパーに変えないとまずつかないし、まあ、63専用品なんで、で、まあ、あれを63じゃない車につけるっていうのはもちろんまあまあそれも一つだけど、やっぱり550、350、400にしかつかない。逆にね63にこれつけたくてもつかないから、このブルーバーはかっこいいと思います。これだいぶいいですね。で色もよく見たらこれただのそっけないパンツヤじゃなくてメタリックが入ってるんだよ。純正のボディカラーみたいな。そうでこれもクロームとこのブラックが選べます。はい、純正で設定があります。今回もボディカラーも黒ですし、あとはもうブラックアウトしてるんでもう絶対黒、もう迷わず黒。ただ前ご紹介させていただいた例えばトラバージンベージュみたいなああいうちょっと明るい色とか、ちょっと他メッキ残した車の方向性だったらメッキもちょっと見てみたいです。めちゃくちゃかっこよさそうです。あとこれもすごく効いてるんですけど、これバンパーがちょっと言ったらちょっと一番そっけないというか、はいはいはい、標準だからね。これがものすごくいい味出してるなと思ったんですよ。もちろんここのパーツがない、ブラックアウトしても見えにくくなるんですけど、なんかちょっとそのアクセントがもうそもそもがなくなってるだけで、うん、だいぶこうバンパーのこうすっきりしてるよね。すっきりさがそうこれめっちゃかっこいいですね。これいいよね。ちょっと値段なんででしかも超時間かかって。あ、そうなんですか。そうで本国欠品してて、はい、でそのメルセデスの本国もなかなか生産が遅くって。あ、じゃあそれなりに本国じゃ需要があるパーツなんですね。アメリカは特に、うん、特に多い。アメリカの中古車サイトとか見てるともう、はい、ほぼついてるんですか。まあでも350、550とかこっちのタイプはあまりかもしれないけど、63のあのブルバーっていうかブラッシュガードはもうほぼ 100% ついてるんじゃないかっていうぐらいついてる。なんでやっぱり需要としてはアメリカが多いんだと思う。まあその辺もあってちょっと品薄だったりするんですけど、うん、まああとはちょっとその金額の心構えが必要。そうね。これだいぶいいですね。これかっこいい。はい。うん、これびっくりしました。うん、であとはこれに合わせてもあるんだと思うんですけど、各部がブラックアウトされてたりとか。はい。各部ブラックアウトで、まあバンパー、オーバーフェンダー、リアバンパーも、はい、半ツヤ黒の、ペイントされてます。これだから違うんですね。ボディ。そう。ツートンに言ったらなってます。でグリルもしっかり真っ黒黒になってて、あと気になるところとしてはこのカメラがもうバーを見ているっていうね。これはあのほぼカメラは意味をなくなっちゃう。いやでも見えてる見えてる。あ、見えてる。これちょっとバー越しに気になる写りはちょっと参考までにちょっと最後にちょっと確認してみたいと思います。これもうバーをこうバーンって見る感じです。こうなる感じです。バーから覗いてる感じです。こうなる感じです。あとはあのライトパッケージ、はい、350って設定ないんですよね。ないです。マヌファクトゥー、あ、350はないね。ないですよね。限定車とか。350マヌファクトゥー上がった。限定車っていうか、そう、限定車だけ。スペシャルパッケージのじゃないとないんですよね。標準仕様だとライトパッケージとオプションでもないですよね。はい。で今回はしっかり黒い。はい。インナーブラックヘッドライト。結構結構な値段するんですよね。しますね。はい。でこの辺もすごく人気で今品薄になってるみたいなんで、はい。ちょっとこの辺の貴重。ただ今回の車の方向性だとここもやっぱりライトパッケージマストだな。そう。黒い方が。これ白いシルバーの目だと。ちょっとまた違うよね。また違う。であとはこの辺なんかをしっかり黒くなったりとかなってます。前回りだからなんかすごく大胆なことって言ったらこのブラッシュガード。そう、はい、もうこのブラッシュガードが今回の一番のポイントけど、その脇役のこのバンパーとか、うん、微妙な塗り分けとか、うん、ブラックアウトがすごく効いてて、うん、なんかすっごい雰囲気ですよ。そうなんかだからやってある感がね、結構ねきちんとやってあるからこれめっちゃかっこいいなっていう、かっこいいと思います。そしてそのまま上に行きますと、はい、あれなんか見たことあるパーツがついてますけど、はい、ついてますね。これがアドベンチャーブラバスのパーツに非常に似てますけど、はい、ブラバスじゃないんですよね。ブラバスではないです。なんていうんですかこのパーツ。これはねウィンドウディフレクター、はい、うん、これがブラバスと形が非常に似てますけれども、はい、なんかつけた人間からするとほぼつけ方は同じような感じでフロントのモールに刺す。なるほど。刺してつけるみたいな。で多分ですけどこのライトのメーカーも一緒なんで同じっすよね。多分おそらく大元のメーカーがブラバスにも供給してるっていう、はい、そう結局ねこういう部品ってなかなかこう何社も何社も作るものでもないので一社がいろんなところに供給してるっていうのが、まあ、大抵のパターンかな。でもそれだけもう品質的にも間違いない。間違いないです。はい、はい。で形状的には、まあ、ここはもう横面になるぐらいですけど前結構出てるんですよ、ね、そう、はい、そうだからかぶってんだよね。そうそう思いっきり運転席真ん中がちょうど10センチまでいかないんですけど、ね、78センチぐらい前に屋根ができてるわけで、ブラバスだとカーボン貼ってありますけど、はい、当時の樹脂ですかね、はい、これ樹脂です、はい、でも結構重たい。なるほど、うん、ちょっと表だけじゃなくてみっちり詰まってる感じのでちょっとこれザラザラの塗装になってるんですね。はい。だからこれもまあなんか正直到着するまでどういう状態で来るのかなと思って場合によっては塗るようかなと思ってたんだけど、まあ、この感じだったらそのままつけて十分いけるなっていう。あ、最初からこの状態なんですか。そうだから塗ってないの。へえ、うん、だから逆に変に塗ってもあれかなと思って、はい、こうザラザラしてる感じがいいじゃない。あとカーボン貼ってあっても結局そのもう1処理しなくちゃいけないんですよ。もう1処理しなくちゃいけない。その辺の工賃もかかってきちゃうので、そうだね、逆にこれちょっといいかもしれないですね。割と本当につけるだけって言ったらあれだけど、だとここからつながるキャリアもこれも多分おそらく形状全く一緒なんで、浦和さんに供給してるものと多分ベース一緒じゃないかなって、もしかしたら細かい仕様とかなんかちょっと違うのあるかもしれないですけど、多分ほぼ一緒じゃない、ほぼ一緒だと思う。この辺なんかもしっかりして、これでなんていうんですか、ここのキャビンのちょっとこう背が高くなった感がすごくなんかちょっと、そうそうそう、高いよね。言ったらレンジディフェンダーみたいな、ああいうちょっとこうバランス感というかにちょっとこう近づいて、ちょっとゲレンデいい意味でらしくない、そうね、確かに高さが増す、めちゃくちゃいい、でもちろんこのガンガン使えるなんちゃってじゃないですもんね、もちろんしっかり使えるように本当に使えるものです。そして足元、はい来ましたね、2回続けてですね、スティールメイド、はい、スティールメイド、これにももうやっぱりマストですか。まあマストだよね。もうなんかじゃあこれに何つけるっていう、逆にそうですね。まあここまでなって、じゃあアメリカ製単造ホイールシャーしてるやつ、そうですね、トゲトゲのホイールも違いますし、ちょっとオフっぽいホイールっていうとやっぱり限られてきちゃいます。そうそうで、なんかまあクラシック系のホイールっていうのもまあちょっと違うかなっていう。だいぶいいですね。だいぶいい。もうで前回ちょっと、あえてゴツゴツさせないでって言ってたんですけど、今回はもう教科書通りというか、マストの逆に、もう言ったらもう定番といえば定番、定番だ、定番だね。もうこのゴツゴツのメーカーも BF グッドリッチのオールテレーン、ある程度この今回のスタイルはブロックが大きい方が全体的に雰囲気が合うかな。確かにそうですね。ちょっとクラシックな感じとか可愛い感じっていうかは、やっぱ武骨な感じを出す感じで。やっぱりタイヤ変えてもホイールやっぱりちょっとマストですね。ゲレンデにやっぱりこのスタイルでもそうそうそういいな、やっぱりね、この感じが。でもちろんその前回ご紹介させていただいたのは先代ですけど、現行も全部オーダーメイドですから、出づらもサイズも問題ないです、全部いけちゃう。で今回の車はこのクラシックの純正ですよね。そう、461プロフェッショナルとか、あとは 350D プロフェッショナルとか、メルセデスの純正16インチの黒いホイールについてくるちょっと飛び出てるセンターキャップ、これ詳しくない人が見たら、純正こんなホイールあるのみたいな、ちょっとそんな感じも出てません、純正ホイールみたいだよね。純正テッチみたいだね。でも値段は毎回のことながら値段は低賃ではないですけど、まあ単造ホイールなんで5000もありますし、しっかり使っていただけるのかな。あとこのタイヤちょっとサイズアップしてるんですよね。ちょっと大きくしてます。ただやっぱり現行ね、特に35040050はライナーの内側がプラスチックなんで、63はちょっとフェルトっぽい布っぽいのになってるんで、まだ当たっても音がそんなに出ないけど、こっちは当たるとすごい音出るんで。で先代結構大きくできましたけどね。先代はライナーがないからね、現行に関してはちょっとこの内側の形状の関係であんまり極端に大きくできない、極端に大きくできないで、おそらくこれが限界じゃなかろうかと。そうそう、いろいろやったけどやっぱこれぐらい。そしてこれもまあちょい加工というか少しのオファーがあるんですよね。で今回問題なくこれで走行できるんで、これ適当にサイズだけ真似すると痛い目に遭う。そう、また出づらによってもね、結構変わってきちゃうからね、この車。まあ良い子は真似しないでね。ちゃんと相談してください。ちゃんと相談してください。そして足回り今回変えてないんですか、これ。変えてないです。なんでノーマルです。上げてもないし下げてもない。これはあえてのですか。そう、まあ上げる方向性としては上げるかなっていう選択肢があるけど、まあちょっと上も高さ上がっちゃってるんで、でここからまた車高上げるとちょっと入れない場所とかね、結構多くなるかなと。で外形上がってるんで、それでも車高上がってますからね。そう、その辺のバランスを考えて今回の場合はノーマルの車高ですけど、全然そう大幅にね外形大きくなってるわけじゃないんで、もうこれで大幅に上げちゃうとやっぱここの隙間が狭まっちゃってちょっと車庫端みたいになっちゃうんだけど、このレベルだったら見栄え的にも悪くないかな。全然上げなくてもバランスは悪くないかなっていう感じします。そしてやっぱりツートン効いてますね。そうね、はい、フェンダーもパンツ屋の黒でペイントされてます。言ったらめっちゃ分かりづらいツートンなんですけど、すっげえ分かりづらい。これでも雰囲気作りになんかすごく貢献してるというか、だから本当黒と黒なんだけどちゃんと分かる、ちゃんとこう色が違うのは分かると思います。これ今回はまあペイントされてるってことなんですけど、はい、これラッピングとか、あとプロテクションの艶のなくなるステルスフィルムあるじゃないですか。あれでこれを再現してもすることも可能結構いいのかなっていう。可能だと思います。だからマクロクロのゲレンデ乗られてる方って結構いらっしゃるじゃないですか、だから結構その辺参考にしてもそう、割とこうまあ価格はねもちろんそれなりに張ってくるとは思うけど、こうまあ剥がせる部分で言うと、ラッピングとかそういうプロテクションでやるっていうのは割と手軽な方向かもしれないね。ちょっとこの意外な塗り分けですけど、今回すごくいいなといいですね思いました。はい。でもうあとはもう定番というか、はい、はい、もううち全部貼ってんじゃないかってぐらい貼ってんじゃないかぐらいの、はい、ステップも黒くなってますし、はい、モールも黒くなってます。モールもですよね。はい、はい、しっかり黒になってます。はい。であとは前回ガラス交換してスケスケになりましたってやってましたけど、はい、今回の車はそのまま、ね、はい、プライバシーガラスになってます。これは飯村さん的にはクリアにしてもいいしたいしたいんですか。したいけど、まあそのお客さんの使い方もねクリアガラスにしたいんだけれども、まあお客さんの使い勝手の部分とかあるので、もう全ての人に受け入れられるというわけではないので、はい、今回はプライバシーのままですね。そして後ろも、はい、はい、同じように、はい、こんな感じになってると。そしてあと本当に細かいところって、あえて触ってないんですね。なんか例えばこの辺をちょっとこうやってやるとか。ああ、やってない。はい。はい、じゃあ続いて左に回ってきますと、はい、はい、このラックからつながるラダーがはしごが、はい、ついてます。はい、これも某 B 社そっくりですけど、はい、これもORCなんか完全そうだね。でもさっきちょっと下見の時にいろいろ調べたら、発売を控えてるこの方のプロフェッショナル、あ、そう純正ね、もうこれじゃないかっていうなんかそんな感じしたよね。もっと言ったら今スパイショットがめちゃめちゃ撮られてる 4x4 もこれじゃないかっていう。なんかすごくしっかりされてて、おそらく純正供給される形になるんじゃないかと。はい、もう僕はブラバスのアドベンチャー制作過程をお届けしましたけど、はい、多分一緒だったご予算用途に応じて、はいろいろ選んでいただけるといいんじゃないかなと。 B って入るか入らないかみたいな。そして後ろ真っ黒ですけれども、はい、真っ黒です。背面タイヤカバーも真っ黒くなってます。エンブレムも真っ黒なってます。そしてエンブレムもこっちだけですよね。そっちだけです。サンコモル D 入ってますけど、こっちも黒くしてあると。黒くしてあります。だからちょっと本当にいじってる感というか少し演出しつつ。そうね。そしてさっきもちょっと話出てますけど、リア版このアクセントあるんですかないんですかなんて話してますけど、このアクセントがどうも AMG ラインのアクセントということで、そうだから標準バンパーにリアバンパーも交換すればこれはなくなりますよ。だからもうこれをわずかこれを取るためだけにバンパーを取らせてやるのかどうかっていう。そうね、だからちょっとそこは難しいところだと思うんですけど、そう考えるとリアだけでもちょっとさじ加減ってめちゃめちゃ変えられるなと思って。めちゃめちゃ変えられるね。背面タイヤカバーもちろんありなしありますし、ありなしある。さっきなんかひっくり返してもいいとか言ってた。そう、表にね、例えばスチールメイド5本目持ってきて表に向き変えて同じタイヤ履いて見せちゃう。表にするキットがあるんですか。ある。標準ってこれあんまり取ったことない方の方が多分多いと思うんですけど、取るとひっくり返しにつけてるんですよね。そう、向こう向きなんだよね、ホイールが。そうですよね。じゃそれをひっくり返すキットつければホイールの表が見えるようにできる。確かにそのゴツゴツのブゴツのやつを出してとかってかっこいいですよね。でこのカバーもあるじゃないですか。そうね。だからそれもあれはホイールが見えないからタイヤだけ変えて、この前のトラバーチンベージュみたいにタイヤだけ変えてタイヤを見せてカバーをすると。でそのカバーもまあ B 社のもありますし、でも B 社のやつほらここカーボンになっちゃうから。そうですね。だからそういうちょっと素材の違いとかいろいろありますし、あとはそのさっき言ってたそのプロフェッショナルもうどうもそれじゃないかっていう。なんかそれっぽいよね。そうですよね。だから結構その辺触ってってもだいぶ違うんじゃないかなっていうのは。プロフェッショナルだったらこうなんじゃないかな的な仕様もちょっと先取りできるじゃできる。それ面白いですね。やりたいですね。正解答え合わせするとか出てから結構いろいろ広がりそうです。そしてあとは今回あえて泥除けは外してます。まあ基本的には泥除けない方がゲレンデはいいかなと。まあタイヤがまあ、見えるっていう、まあいじり方次第ですよね。今回特にそのちょっと出てる大ホールにしてるんで、その引っ込んで見えちゃう、甘く見えちゃう。確かに対象物があるとそれを比較して、フェンダーアーチがちょっとディーラー車だとつくみたいなのもあるじゃない、車種によって。あいつがあると結構ね、引っ込んで見えるよね、大ホール。まあその辺もさじ加減で、まあいろいろやってもいいのかな。こんな感じのリアルになっております。じゃあ最後にカメラの映りチェックしてみたいと思うんですけど、今これフロントカメラが映ってる状態で邪魔されてます。ちょっと土顔出してみてくれない？こんな感じで制限をされちゃう。まあただほら360度カメラもあるしね。そうですね。まあ全くもって見えないわけでは、まあこのぐらいまでは映ると。ここでぴったりバンパーにくっついちゃうわけです。まあ全く使えなくなるわけじゃないですけど。ない。まあ多少その辺はこんな感じでちゃんと考えられております。じゃあ続いてこの上のライトの点灯をちょっとチェックしてみたいと思います。眩しい。こんな感じで別々に内外でつけられてる。外はLED が何発だこれ？何発だろうね。7発ついてる。入ってめちゃめちゃ明るいと。内側がちょっともうちょっと明るさを抑えた。はい。これは別々に、一応内側と外側と別々で点灯します。でこの辺も車検気になるところだと思うんですけど、その他の灯火として変にねスイッチ連動とかにしちゃうとまた面倒くさい話になる。ハイビーム連動とかになるとその基準があるんで、その他の灯火でなおかつ運転席から届かないところのスイッチでやれば問題ないですよね。なのでこんな感じもついております。じゃあ最後になりますけれども、ゲレンデもうさすがにネタ切れだろうと思ってたんですよ。まだまだありました。むしろちょっと可能性をさらに感じました。そうだね。なんかこう雰囲気、今までやっぱりそのまあアドベンチャーかまあ普通に上げてというか、こういうちょっと外形アップしてこうちょっとオフロード風みたいなので止まってたじゃない。まあでもそれ一歩なんかこうアドベンチャーとの間みたいな。のが可能性としてこの車があるんですよっていうのを、発表できたかなと思います。アドベンチャーって言ったらもう究極系ですからね。そう、あそこはもう頂点みたいな感じ。割とライトなところの間というか、まあといえば確かに。で結構純正でもさっきちょっと話も出てましたけど、4x4 とか、あとはプロフェッショナルとか、いろいろ純正カスタマイズバージョンもちょっと控えてるっぽいじゃないですか。ホームページにはちょっとちらっと出てたりしましたけど、その辺を流用したりとか、ちょっとニュアンス変えたりしても無限大。そうだね。だからこの車もボディカラーによってもまたね変わってくるよね。違う色でやったらそうね、面白いよね。かっこいいんじゃない。それこそサンドベージュみたいなああいう色で、そう、これやったらまた違う感じにできそう。しかもあっちの色だと黒でもいいしシルバーでもいろいろ可能性が広がりそうなので、まだネタありますよね。まだあります。じゃあぜひ今店長にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。